どうも、チチャャンンネネルル登録者数万万人をを目指すす朗読チャンネルを運営している一万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは甲賀三郎作「琥珀のパイプ」です えー、高賀三郎はですね1893年生まれ1945年没の日本の小説家です、えー、高賀三郎はですね江戸川乱歩の最大のライバルと言われていまして、えー、高賀三郎を本格派そして、えー、江戸川乱歩を変革派としてまあこの二大派閥のトップのような、えー、存在としてい続けたんですけれども、えー、1923年8月に 真珠島の秘密という作品でデビューしております江戸川乱歩がですね1923年4月に2000動下でデビューしていたのでデビューとしてはわずか4ヶ月の違いだったんですねそしてこの「琥珀のパイプ」はその甲賀三郎の第2作目にあたりますどうぞお楽しみくださいそれでは本日朗読していきますのは高賀三郎作琥珀のパイプですそれでは本編をどうぞ 三郎「琥珀のパイプ」「私は今でもあの夜の有様を思い出すとゾッとする」「それは東京に大地震があって間もない頃であった」「その日の午後10時過ぎになると果たして空模様が怪しくなってきて」 台風の音とともにポツリポツリと大粒の雨が落ちてきたその朝私は新聞に「今夜半台風程度に襲来線」とあるのを見たので役所にいても終日気に病んでいたのだが不幸にも気象台の観測は見事に的中したのであった気に病んでいたというのはその夜12時から2時まで 夜景を務めればならなららかかったからで、暴風宇宙の夜景というものはどうもありがたいものではない一体この夜景というやつはついひとつきばかり前のうとの大地震から始まったものであの当時あらゆる交通機関が途絶していろいろな風雪が起こった時に焼け残った山の手の人々が手に手に獲物を持っていわゆる 自警団なるものを組織したのが始まりである白状するが私はこの渋谷町の高台からはるかに下町の空に延々とみなぎる白煙を見足元には道玄坂を上へ上へと逃れてくる旅裸足にドロドロの着物を着た避難者の群れを見た時には実際この世はどうなることかと思った。 そうしていろいろの恐ろしいうわさに驚かされて白昼に殿下の一党を横たえて家の周りを歩き回った一人であるさてこの自警団はいくにちかたってゆくうちにようやく人心も落ち着いてきていつか凶器を持つことを禁ぜられやがて昼間の警戒も排せられたがさて夜の警戒というものは ななななかなかやめにならないのであるつまり自警団がいつか夜警団となったわけで幾件かのグループでっこから1人ずつの男を出し一晩何人という決めで順番にそのグループの家々の周囲を警戒するので後には警視庁の方でも廃止を賛成し団員のうちでも随分反対者があったのであるが投票の結果はいつも でとまる「私のごときもバツバツ賞の書記を務めもうやがて恩給もつこうという四十いくつの身で家内の他に男とてもなしすこぶる迷惑を感じながらおよそ1週間に一度は夜中に拍子木をたたかなければならないのであった」さてその夜の話である。 12時の交代ごろから嵐はいよいよ本物になってきた私は交代時間に少し遅れて出ていくともう前の晩の人は帰った後で退役陸軍大佐の青木真也と新聞記者と自称する松本純三という青年との2人が不完全な晩小屋に街灯を着たまま腰をかけて待っていたこの青木というのは いいわばこの夜景団の夜団団長という人で、記者は多分田んぼう記者であろう私の家の二三軒先の家へ下町から避難してきている人であった「夜景団唯一の利益」というべきものは山の手のいわゆる知識階級と称する貝殻大きいのはサザエくらい小さいのはハマグリぐらいの みたいな家の猫の額よりまだ狭い庭を垣根で仕切って隣の庭が見えても見えないふりをしながら隣同士でも話をしたことのないという階級の習慣を破ってとにかく一区画の主人同士が知り合いになったということとそれに各方面から避難してきている人も加わってくるのでいろいろの職業に従事している人々から いろの知識が得られるととううことであろうしかしこの知識はあまり正確なものではないので後には「ああ夜景話か」といったような程度で片付けられるようになったが青木は「年配は私より少し上かと思われる人だが熱心な夜景団の支持者でかねて軍備拡張論者である」。 松本は若いだけに夜警団廃止の急戦法軍備縮小論者というのであるからたまらない30分おきに拍子木を叩いて回る合間にピューピューと吹きすさんでいる嵐にも負けないような勢いで議論を戦わすのであったいやごもっともじゃが青木大佐は言ったとにかく あの震災のさなかにじゃ竹やや抜刀を持った自警団の100人は5人の武装した兵隊にしかなかったのじゃそれだから軍隊が必要だとは言えますまい新聞記者は言ったつまり今までの陸軍はあまりに精兵主義で軍隊だけが訓練があればよいと思っていたのです 我々民衆はあまりに訓練がなかったことに山手の知識階級などは口ばかり発達していてお互いに人の下につくことを嫌がりまるで団体行動などできやしない自警団が役に立たないということと軍隊が必要であるということは別問題ですしかしいくら君でも地震後軍隊の働いたことは認めるじゃろう そりゃあ認めますとも。青年は言ったけれどもそのために軍備縮小は考え物だなんていう議論はダメですよ一体今度の震災で物質文明がもろくも自然に任されたという議論があるようだがもってのほかのことです御仁の持っている文化は今度の地震くらいで破壊せられるものじゃありませんよ 現にビクトもしないで残っている建物があるじゃありませんかゴジの持っている科学を完全に適用さえすればある程度まで自然の暴虐に耐えることができるのですゴジは本当の文化をテイトにしかなかったのですおそらく日露戦役後に費やされた軍備費の半ばがテイトの文化施設に使われていたらテイトも今回のような惨害は受けなかったでしょう もうこの上は軍備縮小あるのみですよ私は青年のこの大議論をウトウトと暴風雨の音とちゃんぽんに聞きながら居眠りをしていたところが突然青木の大きな声が聞こえたのですっかり目を覚まされたいやどうあっても野警団を排することはできないことにじゃ よしあしはとにかくどの家でも犠牲を払って夜景を務めているのに福島というやつはけしからんやつじゃあんなやつの家は焼き払ってしまうがよい大佐は夜景問題でまた松本にやり込められたのであろうそのとば散りをいつも彼の調和の的になっている福島という青木の家とちょうど背中合わせで 近頃新築したかなり大きい家の主人に向けたものらしかった私はびっくりして喧嘩にでもなれば仲裁に出ようかと思っていると松本の方で黙ってしまったので何事も起こらなかったそして1時35分すぎ2人は私を小屋に残して最後の巡回に出かけた暴風雨はまさに 絶頂に達したたしかと思われた1時50分なぜこんなに正確に時間を覚えているかというと小屋には時計があって他に仕事がないので何かあるときっと時計を見るからである拍子木をたたきながら松本一人が小屋に帰ってきた聞けば青木はちょっと家に寄ってくるというので。 彼の家の前で別れたそうであった。二時に青木が帰ってきた。まもなく次の晩の人たちがやってきたので、しばらく話してから私と松本は晩御宴から左へ、青木は右へと別れたのである。私たちがちょうど自宅の前あたりまで来たときに、はるかに吹きすさぶ嵐の中から。 人の強制を聞いたと思った二人は走り出した番小屋の人も走り出した見ると青木大佐が夢中で火事だと叫んでいる私はふと砂糖の焦げるようなにいを嗅いだ砂糖が燃えたなと思った我々は 近所から駆けつけた人々と共にかねて備えつけてあるバケツに水を汲んで嵐の中を消火に努めた大勢の力で火は大事に至らず消し止めたが焼けたのは問題の福島の家であった台所から発火したものらしく台所と茶の間女中部屋を焼き座敷居間の方には 全然火は及ばなかったのである。働き疲れた人々は大事に至らなかったことを祝福しながら安心の息をついていた私は家内があまり静かなので変に思って懐中電灯を照らしながら座敷の方へ入っていくとちょうど今との境とも思われるあたりに 真っ黒な塊が横たわっていた伝統を照らすと確かに一人の男であるということが分かった私は次の瞬間に思わず「あっ!」と声を上げて二足三足後ずさりしたのである死体だ畳は滴る血潮でどす黒くなっている 私の叫び声にようやく火を消し止めてほっとしていた人々がドヤドヤと入ってきた人々の提灯によって確かにそれが惨殺せられた死体であることが明らかになった誰一人近づくものはないそのうち誰かが高く掲げた提灯の明かりで奥の間を見てみると そこにはすでに寝床が設けられてあったが一人の女と小さな子どもが床の外へはい出したような格好で倒れているのが見えた間もなくそこに集まった人々の口から死者はこの家の留守番の夫婦とその子どもであることが分かった福島の一家は全部凶利のほうへ避難してしまい 主人だけは残っていたのであったがそれも何でも今日の夕方に郷里の方へ帰ったそうである私はこういう人々のささやきに聞き耳を立てながらふと死体の方を見ると驚いたことにはいつの間にか松本がやってきてまるで死体を抱きかかえるようにして調べているのであったその調子が探訪記者として なれきっているというふうであった彼は懐中電灯を照らしながら奥の前へ入りなおも詳しく調べていた私はその大胆さに全くふくしてしまったそのうちに夜もしらじらと開けてきたやがて松本は死体の方の調査が済んだと見えて奥の間から出てきたが 私もくれず、は彼の目を追いながらいくらか明るくなってきた窓を見回すと気のついたことは隅の方の畳が一枚上げられ床板が上げられていた松本はひちょうのようにそこへ飛んでいった私も思わず彼の後を追った見ると 床板を上げたあたりに一枚の紙切れが落ちていた目早くその紙切れを見つけた松本はちょっと驚いた様子で一度拾おうとしたが急にやめて今度はポケットから手帳を出した私はそっと彼の横から床の上の紙切れをのぞき込むとなんだかわけのわからない符号みたいなものが書いてあった それに彼の手帳を見るともう紙切れと同じ符号がそこに移されているではないかいやあなたでしたか私の覗いているのに気のついた松本は急いで帳面を閉じながら言ったどうです火事の方を調べてみようじゃありませんか私は黙って彼について焼けた方へ歩いた 半焼けの器物が無残に散らばって黒焦げの木はプスプスと白い息を吹いていた火元は確かに台所らしく放火の跡と思われるような変わった品物は一つも見当たらなかったどうですやはり砂糖が焦げていますね松本の示したものは 大きなガラス製の壺の上部が取れた底ばかしのものでそこには黒い色をした板状のものがこびりついていた私は内心にあの青木の叫び声を聞いて駆けつけた時「砂糖が焦げたのだなあ」と独り言を言ったのをちゃんと聞いていたこの青年の機敏さに驚きながら壺の中のものは 砂糖の焦げたのにそういないことを肯定するほかはなかった彼は辺りを綿密に調べ出したそのうちにポケットからはけを出して手帳を裂いた紙の上へ何か床の上から吐き寄せていたが大事そうにそれを取り上げて私に示したそれは紙の上をコロコロ転がっている数個の白い小さな玉であった 水銀ですでね。私は言ったそうです多分この中に入っていたのでしょう彼はそう答えながら直径2分ぐらいのガラスの管の破片を見せた寒暖気が壊れたのじゃないですか私は彼にある優越を感じながら言ったそれとも火の出たのと何か関係があるのですか きくらいでこんなに水銀は残りませんよ彼は答えた火事に関係があるのかどうかは分かりませんそうだわかるはずがないのだ私はあまりのこの青年の活動についこの人が秘密の鍵を見いだしたかのように思ったのだ表の方が騒々しくなってきた 大勢の人がどやどやと入ってきた検事と警官の一行である私と青年記者とは警官の一人に当夜の夜景であって火事の最初の発見者たる青木の叫び声で駆けつけたものであると答えた二人はしばらく待っているように言われた男の方は年齢四十歳くらいで よほど格闘したらしい形跡がある鋭利な刃物それは現場に息せられた皮むき用の小型包丁に相違なかったで左肺をただひときにやられている女の方は32歳で床から乗り出して子供を抱えようとしたところを後ろからぐさっと人差しにこれも左肺を貫かれて死んでいる 茶の間と座敷3人の寝ていた部屋の境の襖は包丁でめちゃめちゃに切り刻まれていた枕元の机の上に菓子折りと盆があった盆の中に寝かけに食べたらしいりんごの皮があったその他に変わったものは例の床の板が上げられていることと 怪しいい紙切れれが残されているる。ことである尋問が始まった真っ先には青木である夜景で交代してからさよう2時を20分も過ぎていましたから宅クの方へ帰りますに青木は言った表を回れば少し遠くなりますから福島の庭を抜けて 私の裏口から入ろうとしますと台所の天井から赤い火が見えましたのじゃそれで大声を上げたのです庭の木戸は開いていたのですかんじは聞いた夜景の時に時々庭の中へ入りますでな木戸は開けてあるようにしてあるのです火を見つける前に見回りをしたのは何時頃ですか 二時少し前でしたかな松本君青木は松本を振り返った。そうですね。見回りが済んで小屋に帰った時が五分前ですから。この家の前であなたに別れたのは十分前くらいでしょう。この家の前で別れたというのはどういうわけですいや、一緒に見回りましてな。 この前で私はちょっと宅へ寄りましたので松本さんだけが小屋に帰られたのです。やっぱり庭を抜けましたかそうです。その時は異常なかったのですね。ありませんでした。何の用で帰ったのですか大した用ではありません。その時に警官が検事の前に来た。 検視の結果殺害がおよそ午後10時ごろ行われたことが分かったのである子供の死体は外部に何の異常もないので解剖に伏せられることとなった同時に菓子よりも鑑定課に回された時間の関係から殺人と火事戸が連絡があるかないかということが刑事官の論点になったらしいとにかく ある教官が男の方と格闘の上枕元にあった皮むき包丁で刺殺し子どもを連れて逃げようとする女を後ろから殺したそれから死体を隠蔽しようと思って床板を上げたが果たさなかったふすまを切ったのはまきにして死体を燃やすつもりではなかったろうかしかし 厳重に夜景をしている中をどうやって来てどうして逃げたのかな刑事の一人が言ったそれはわけもないことです松本が口を出した夜景を始めるのは10時からですそれ以前に忍び込めるし火事の騒ぎの時に大勢に紛れて逃げることもできましょうしあるいは巡回と次の巡回の間になって逃げられます 君は一体何だね刑事は尺に触ったらしく。大層知ったかぶりをするが、何か加害者の逃亡するところでも見たのかね見りゃ捕まえますよ。松本は答えた。はっ <laughs> 刑事はますます尺に触ったらしく。生意気なことを言わずに引っ込んだろ引っ込んでいるわけにはいきませんよ。 松本は平然として答えた。まだ検事さんに申し上げなければならんことがありますからわしに言うこととは何かね検事が口を出した刑事さんたちは少し誤解してなさるようです私には子供の方のことは分かりませんがあとの二人は同一の人間に殺されたのではありませんよ女を殺した者と 男を殺したやつとは違いますよ。なんだと？けんじは声を大きくした。どうだって？二人を殺したやつは別だというのです。二人とも同じ凶器でやられています。そして二人とも確かに左肺をやられています。しかし一人は前から、一人は後ろからです。 後ろから左肺を刺すのは普通ではちょっと難しいじゃありませんかそれにふすまの切り口をご覧なさいどれも一文字に引いてあるのは左から右に通っています一体刃物を突き込んだところは大きく穴が開き引くに従って薄くなりますからよくわかるはずですそれからあなた方は刑事の方を向いてリンゴの皮をご覧でしたか かわはかなりつながっていましたが左まきですよりんごをむいたのが左利きふすまをついたのが左利き女を刺したのが左利きしかし男を殺したのは右利きです検事も刑事も私もいや万座の人が半ばぼうぜんとしてこの青年が さして得意らしくもなく解き立てるのに傾聴したなるほどやがて沈黙は検事によって破られたつまり女はそこに死んでいる男に刺されたのだねそうです青年は簡単に答えたところで男の方は自分の持っている武器で何者かに刺されたというわけだね 何者かというよりは青年は言ったたぶんあの男と言った方がいいでしょう万座はまた驚かされた誰もが黙って青年を見つめた警部さんあなたはその髪切れに見覚えはありませんかそうだ警部はしばし考えていてからうなるように言った そうだそう言われて思い出したこれは確かあの男の事件の時にそうです青年は言った私も当時つまらない探訪記者として事件に関係していましたがこの紙切れはあの謎の男の万引き事件として知られている岩見刑事の部屋で見たことがあります 岩見と聞くと私も驚いた「岩見岩見あの男がまたこの事件に関係しているのか私も当時仰々しい表題で書き立てられた石見事件には少なからず興味を覚えて熟読したものである」なるほどそれで松本はさっき手帳に控えた富豪と引き比べていたのだ 私は当時の新聞に掲げられた話そのままを読者にお伝えしようこの会社員石見刑事と名乗る謎の青年の語るところはこうであった昨年の6月末のある晴れた日の午後であるかの石見は白の島ズボンに黒のアルパカの上着麦わら帽に白靴ネクタイは無論蝶結びのそれで ちょうど当時のどの若い会社員もしたような一部の隙もない服装でヨーヨーとして膨らんだ胸そこには本月分の傍級の袋ともう一封それは今年の夏は多分ダメと諦めていた思いがけないボーナスの入った袋をしっかり収めて別に待つ人もない独り者の,の着やすさは洋服屋のげップ。 下宿の女将の建て替え等差し引いてなお残るであろうところの金を勘定して実際は買わないが買いたいところのものを思い浮かべながら一足一足をしっかり踏んで銀座街のショーウィンドーからショーウィンドーへと歩いていたのである一体散歩に金はいらぬはずであるしかし懐に使っても差し支えのない金を持って 決して会いはしないが買いたいもののショーウィンドをのぞき込むよさはちょっと経験のない人にはわからないことである岩見も今このよさに浸っているのであった彼はとある洋品店の前に足を止めたその時にもし彼を機敏に観察しているものがあったら彼が上着の袖をそっと引っ張ったのに気がついたであろうそれは 彼がこの窓の中に同僚の誰彼が持っていて金がね欲しいと思っていた黄金製カフスボタンを見入った時に思わず自分の貧弱なカフスボタンが恥ずかしくなって無意識に隠したのである思い切ってその窓を離れた彼はさらに新橋の方へ歩みを進めて今度は大きな時計店の前にたたずんだ彼は また金川時計が欲しいと思った。しかし無論買うのではないそれから彼はやや足を速めて道々買わない買い物のことを考えながら新橋を渡り玉置屋の角から右に曲がって二丁ばかり行くととある横町を左に入ったのであるその時彼はふと右手を上着のポケットに入れた どうやら覚えのない小さなものが手に触れたので「はてな」と思いながら取り出してみると小さな紙包みである急いで開けると「あさっき欲しいと思った黄金製カフスボタンじゃないか」彼は目をこすったその途端左のポケットにもどうやら重みを感じた左のポケットから出たのは 金川時計であった。彼は何が何やら分からなくなったちょうどおとぎ話の中にあるように魔法使いのおかげで何でも欲しいと思うものが立ちどころに湧いて出るというような趣だったしかし彼はいつまでもぼうぜんとしていられなかった彼の時計を持っている手は後ろから出てきた頑丈な手にしっかりとし かり握られた。彼の後ろには大きな見知らぬ男が立っていたのである彼はこの見知らぬ男と共にさっきの洋品店に行くべく余儀なくされた店の番頭たちはこの方に相違ありませんが別に何も紛失したものはないと答えた次に時計店に連れて行かれた自分に石見もようやく 少しずつ分かってきたような気がした時計店の番頭は彼を見るや否やこの野郎に違いありませんと言った「刑事この大男は無論刑事であった」は早速岩見の身体検査を始めて腰のポケットから一つの指輪を取り出したそれは実に見事に光っていた あまり見かけないやつだが。刑事は石見に向かっていった「素人じゃあるまい」「冗談言っちゃいけません」「これは大変になってきたと」と石見は懸命に言い出した何が何だかさっぱりわかりません一体どうしたのですおいおいいい加減にしないか刑事は言った お前はカフスボタンを買ったり、時計を買ったり、それはいいさ。ついでにダイヤ入り指輪をちょっと失敬したのは困るね。しかし、いい腕だな。私は時計も指輪も買った覚えはありません。彼は弁解した。第一、金を調べてくださればわかります。 彼が自分の潔白を証明しようとして内ポケットから月給の袋とボーナスの袋を出したが彼は顔色を変えた風が切られていた様子を見ていた刑事は少しわからなくなってきたので声を和らげてとにかく町まで来たまえと言った警視庁へ行くと、 岩見は悪びれずに自分のの覚えのないことを述べた。青年の語るところを聞き終わって警部は頭を傾けた青年の件が事実とすれば実に妙な事件であるこの時ふと警部の頭に浮かんだことがあったそれは岩見青年がバツバツビルディング内 東洋宝石商会の社員であるというのを聞いて端なくも23か月前の白昼強盗事件が思い出されたのである早速石見を尋問してみると驚いたことには彼は事件に最も関係の深い一人であることが分かった白昼強盗事件というのはこういう事件であった 花ももう23日で見頃という4月の初めであったどんよりと曇った日の正午バツバツビルディング10階の東洋宝石商会の支配人室で支配人は当日支店から到着したダイヤモンド数貨をしまおうとして金庫を開けにかかった支配人室というのは社員の全部が事務を取っている長方形の大きな部屋の一部が アルコープになっていてその部屋に通ずる方にしか入り口はないのであったそして入り口の近くに初期の石見が控えているのである支配人が金庫の方へ向かう途端になんだか物音を聞いたようなので振り返ると覆面の男がピストルを突きつけて立っていた足元には一人の男が倒れている。 棒のようになった支配人をにらみながらくせ者は次第に近寄って机の上の宝石をつかもうとした瞬間後ろで異様な叫び声がしたそれは倒れていた男石見書記の口から漏れたのであったその時くせ者はハッと入り口の方へ退却した次の瞬間に 部屋にいた社員がドヤドヤと支配人室の入り口に駆けつけた。その時中から、支配人がやられた医者だと言いながら、岩見が飛び出してきたのである。そして社員たちは部屋へ入ろうとする途端、真っ青な顔をした、支配人と鉢合わせをした。くせ者はどうした支配人は叫んだ。 何が何だかわからないのは社員たちである石見は支配人がやられたと言って飛び出してくる次には支配人がくせ者はどうしたと飛び出してくるとにかくも中へ入ったところの社員たちは三度びっくりしたというのはそこには息も絶え絶えになった石見が倒れていたのであるようやく判明した事情は 岩見に告示したまたは岩見に変装した教官が正午で人け少なくなった社員室の間を岩見のような顔をして通り抜け覆面をした後、機械を待っていたのであったそして支配人が金庫を開けるべく背を見せた瞬間岩見に踊りかかってピストルの大尻で彼に一撃を食わせついで支配人に迫ったが 倒れたたはずのの岩見がうめき声を上げたので、ついにくせ者は目的を果たさずに逃げたのであった支配人はくせ者が逃げ出すと急いで助かった宝石を金庫の中へ投げ入れて金庫を閉めるやいなやくせ者を追ったのである多くの社員が駆けつけた時には教官は岩見の封を装い支配人が負傷でもしたようなことを叫びながら 部屋を飛び出したので、社員一同まんまと欺かれ室内に入って再び石見を見るやあ然とした次第であるくせ者はついに見失ってしまったしかし支配人はとにかく宝石に間違いのなかったのを喜んで騒ぎ立てる社員をひとまず制して自分の部屋に帰り念のため再び金庫を開いて調べてみると 支配人が大急ぎで金庫に投げ入れた宝石の一つ時価数万円のダイヤが一か不足していた機敏なくせ者は支配人が金庫へ入れる前にすでに盗み去ったと見える急報に接して出張した係官もちょっとどうしてよいのかわからなかった支配人と石見とは厳重に調べられたが 支配人ののは全く信用するるに足るもので、石見も当時ほとんど人事不詳の状態にあったのであるからこれまた疑いをかける余地がなかったのである銀座街における万引き嫌疑者石見がこの白昼強盗事件の関係者であることを知った警部は一層厳重に尋問したが彼はどこまでも買い物等をした覚えは一切ないと抗弁するのであった しかしとにかく現に臓貧を懐にしていたのであるから勾留処分に伏せられることとなり留置場に下げられたところがまたまた人事件が起こった夜中の1時頃留置場の番人が見回りの際特に機械なる青年として十分注意するように言い渡されていたので注意すると 驚くべし。岩見はいつの間にか留置場から姿を消していた警視庁は大騒ぎとなった重大犯人を逃してはと直ちに非常線が張られたしかしそのままその夜は明けたそうして午前10時頃かの石見は彼の下宿で 難なく捕らえられた刑事は無駄とは思いながらも彼の下宿に張り込んでいると10時ごろ彼はぼんやりした顔をしながら帰ってきたのであった彼の答弁はまたまた係官の意表に出たものであった11時近く巡査が留置場に来て「ちょっと来い」と言って連れ出し が晴れたから放免すると言って外へ出してくれた夜も更けたことではあるし幸い懐に金もありかつはあまりのバカバカしさに人騒ぎ騒ごうと思って彼はそのまま電車に乗って品川にいたりボーに上がってけさ方帰ってきたのだという「一体あなた方は」彼は不服そうに言った。 私を逃がしたり捕らえたりまるで私をおもちゃになさるじゃありませんかバツバツ巡査はすぐに呼び出されたが青年はこの方ですと言ったけれど巡査の方では全然知らないと答えた一方品川の暴労も取り調べられたが時間もすべての点も青年の言うとおりであった知能犯係も合力犯係も 額を集めて協議したその結果今回も以前の強盗事件のように何者かが何にも知らない岩見を操っているのではなかろうかということになって岩見は無罪ではないかという説も多数になったしかしこの不幸な青年はついに方面せられなかったというのは××バツバツ巡査が自分が 変装した悪漢のために利用せられたのを憤りかつは事故の潔白を証明するために石見の下宿を調べたところ一つの奇怪な符号を書いた紙切れを発見したのであるそして宝石事件は証拠不十分で無罪になったが窃盗事件はとにかく現品を所持し店の番頭たちも石見を見て当人であることを証明したのであるから。 ついに起訴せられ禁錮2ヶ月に処せられたのであった私は当時一田んぼう記者として松本は言ったこの事件に深く興味を持ちまして石見の下宿を一度調べたことがありますがこの機械な符号は今でも覚えておりますこの紙切れの指紋をお取りになったら一層確かでしょう 検事と警官が打ち合わせをしているところへ表から一人の巡査に伴われてでっぷり太ったやひな顔をした50近い紳士が入ってきたこれがこの家の主人福島であった彼はそこに倒れている死体を見ると青くなって震えだした検事は にわかに緊張して尋問を始めた「さようです留守番に置いた夫婦に相違ありません」ようやく気を取り直しながら彼は答えた「それは坂田音と吉と申しまして以前私たへ出入りしておりました大工です」「浅草の橋場のものですが」 弟子の二三人もおき、左利きの音吉と申しまして、少しは仲間に知られていたようです。仕事は身を入れますし、誠に穏やかな男でした。ところが、今度の震災で、塔を頭に四人あった子供のうち、上三人が行方不明となり、一番下の 二つになる子だけは母親がしっかり抱いて逃げたので助かったのです。本人の落胆は気の毒なほどでした。私の方では家族一同を一旦距離の方へ避難いたさせましたのでもっとも私だけ取引上のことでそう行ききりというわけにはまいりませんから。 こちらに残り時々郷里の方へ参りました。ちょうど幸い。この夫婦を留守番に入れたのです。私は昨日は夕刻から郷里の方へ出かけまして、今朝ほどまた出てきたのです。昨日の2人は何か変わった様子はありませんでしたか？ べつにかわったようすはありませんでした。ちかごろさかたのところへきゃくがあったようなことはなかったですかありません。あなたはなにかひとからうらみをうけているようなことはありませんかうらみをうけているようなことはないとぞんじます。こういいながらかれはそばにたっていたあおきをみつけて。 いや実は近頃この町内の方からはかなり憎まれております。それは私が町内の夜景に出ないということからでそこにおいでになる青木さんなどは最もご立腹で私の宅などは焼き払うがよいとまで申されましたそうです。検事はちらと青木の方を向いた。 けしからぬ青木はもう真っ赤になって口ごもりながらわわがはいがつけ火でもしたと言われるのかいやそういうわけじゃないのです彼はれは冷然と答えたただあなたがそんなことを言われたと申し上げたまでです青木さんあなたはそういうことを言われましたか ええ、それは1時の月光で行ったことはあります。あなたが火事を発見なすったのは何時でしたかねそれはさっき申し上げた通り2時10分過ぎぐらいです。火の回り具合ではどうしても発火後2、30分経過したものらしい。ところがあなたはその前に2時10分前に この家の庭をおっておられる。そうでしたねそのとおりです青木は不安らしく答えたしかしまさか私がいや今は事実の調査をしているのです検事はゲとしていった今度は福島に向かって火災保険はつけてありますかはい 家屋が1万5,000円、動産が7,000円、合計2万2,000円契約があります。家財はそのまま置いてありましたかかしゃの瓶がありませんから、ほんの身の回りのものだけをきょうりに持ち帰り、あとはみんな置いてありました。殺人について、何も心当たりはありませんか さあ何も覚えがありませんその時一人の刑事が検事のそばへ来て何かささやいた「松本さん」検事は青年記者を呼んだ死体解剖その他の結果が分かったそうですこれは係官以外に知らすべきことではないが あなたのさっきからの有益なるご助力を謝する意味においてお話ししますからちょっとこちらへおいでくださいケンジと松本は部屋の隅の方へ行って引く声で話し出した私は最も近くに席を閉めていたので途切れ途切れにその話を聞いたえ塩酸カリの中毒はてな。 松本がが言うのが聞こえた話の様子では机の上にあった菓子折りの中にはもなかが入っておりその中には少量のモルヒネを含んでいたのである菓子折りは当日午後2時ごろ渋谷道玄坂の青木堂という菓子屋で求めたもので買った人間の風呂は石見に酷似していたしかし モナカは手をつけていないで子どもは塩酸カリの中毒で倒れているのであったやがて検事は元の席に戻って再び尋問を始めた青木さんあなたが夜景の交代時間に間もないのに家に帰られた理由が賜りたいいやそれは青木は答えた 別に何でもないことで取り立てて言うほどの理由はないのですいやその理由を申されないとあなたにとって不利になりますぞ大佐は黙って答えない私は心配でならなかった全国のお話では福島が言った青木さんは火事の時刻に 私の宅においでになったのですかそんなことはあなたが聞かんでもよろしい。検事が代わって答えた。この時、松本が隣室から何か大部の書物を抱えて出てきた。いやあ、福島さん。あなたは以前、薬学をおやりになったそうで、結構な本をお持ちですな。私も以前、少しその道をやりましたが、 山下さんの薬局法仲介はいい本ですな私はもうほとんど忘れていましたがこの本を見て思い出しましたよそれも「鉛没の中毒」というのは珍しいと思いまして松本はあまり出し抜けなのでいささか面食らっている検事に向かって行った山下さんの薬局法仲介を見たのですが煙没の仲介のところに「 両王妃時は死をいたすと書いてありましたから子どものことではあり中毒したのでしょうところが彼は書物を開いたまま検事に示しながらこういう発見をしましたよなんですかこれは検事は不審そうに指さされた箇所に目をやるとそこにはクロール酸カリウム二酸化マンガン 酸化銅等のごとき酸化金属をまじて熱すればすでに260度ないし270度にありて酸素を放出すこれ本品の高温において最も強劇の酸化薬たるゆえんなりまた本品二三倍量の初糖を混和しこの混和物に恐竜酸の一滴を点ずるきは異に発化す云々 と書いてあった私たちが最初に火を発見した時砂糖の焦げる匂いを嗅いだのですところで現場を調べてみると大きなガラス製の砂糖壺があって壊れた底に真っ黒に墨がついているつまり私の考えではこの塩酸カリが硫酸によって分解せられて過酸化塩素を生ずる性質を利用したのではないかと思うのです なるほど。ケンジは初めてうなずいた。それでは加害者が放火の目的で、砂糖と塩酸カリを混合し、硫酸を添加したのですね。いや、私は多分加害者ではないと思うのです。なぜなら、殺人と放火の間にはかなりの時間の距離がありますし、それにこの薬品の調合は、おそらくよほど以前、 夕刻くらいになされたものと思われますとういうとつまり子どもが死んだのは母親が多分牛乳か何かに砂糖を入れたところがその砂糖の中にはすでに塩酸カリが入っていたのでしょうそのために子どもは中毒したのですうんこれで私は本事件がやや解決できたと思います 子供が中毒で苦しみだしてとうとう死んだとしますそれを見た父親は先に震災で3児と家を失い今また最後の1児を失ったので多分逆上したのでしょう突如発狂して母親を後ろから刺し殺し畳襖の嫌いなく切り回って暴れたところへちょうど問題の岩見が何のためにか忍び込んでいたので これに切りつけたのでしょうそこで格闘となりついに石見のため刺し殺されたのではないかと思います放火が石見でないことは彼にはおそらく薬品上の知識はないでしょうしまたその際別にそんな回りくどい方法を取らなくてもよいでしょうすると放火の犯人はおそらくこの家の焼けることを欲するものでしょう かなり保険もあったそうですから。失敬なことを言うな。今まで黙って聞いていた福島が怒吼したした。何の証拠もないのに、まるで保険金目当てで放火したようなことを言うのはけしからん。第一、当や僕は家にいないじゃないか。家にいて放火するなら煙突にも及びますまい。 まだそんなことを抜かすか検事さんの前でもただは置かぬぞ検事もこの青年記者の落ち着き払った態度に敬意を表したのか別段止めようともしなかった君がそう言うなら僕が代わって検事さんに説明しよういや君の公安の巧妙なのには僕も簡単したよ僕は現場でガラス管の破片と 少しばかりの水銀を拾った。つい今までこれから何物をも探り出すことはできなかったが子供が煙没の中毒で死んだということを聞いて薬局法仲介を調べて初めて真相が分かったのさ賢治さん彼は賢治の方を向いて言葉を継いだ塩酸カリと砂糖の混合物には一滴の硫酸そうです たたっ1た滴の硫酸を注げば、すすまじい勢い勢でで発火するのです一滴の滴硫酸、それを適当の時期に自動的に注ぐ工夫はないでしょうか水銀中を利用したのは驚くべき考案です直径1センチメートルのガラス管ちょうどこの破片くらいのガラス管を U 字型に曲げて一旦を閉じ 傾けながら他の一端から徐々に水銀を入れて閉じた方の管全部を水銀で満たしますそして再び U 字管を元の位置に戻しますと水銀中は少しく下がりますもし両端とも開いておれば水銀中は左右相等しい高さで静止するわけですが一端が閉じられておるため空気の圧力によって 水銀中は一定の高さを保ち左右の差が約760ミリありますすなわちこれが大気の圧力ですですからもし大気の圧力が減ずれば水銀中の高さは下がるのは自明の理です夕べの2時ごろは東京はまさに低気圧の中心に入ったので気象台の調べによれば午後5時ごろは気圧750ミリ 午前2時は730ミリですすなわち20ミリの差がでできたわけです,すなわち一方の水銀中は10ミリ下がり一方の空いていた方の水銀中は10ミリ上がりましたそこで空いていた方の口の水銀の上へ少しばかりの硫酸を満たしておけばどうでしょう 当然硫酸は溢れるわけです福島さん松本は青くなって一言も発しない福島を振り返り「あなたはあなたがわずかに数万円の金を詐取しようとする心得違いからまず第一に留守番の子供を殺し次にその母親を殺しついには父親までを殺しました」そして。 あなたはあなたの恐るべき罪を青木さんにかけようとしているあまりに罪に罪を重ねるものではありませんかどうですまっすぐに白状しては福島はひとたまりもなく恐れ入ってしまった検事は青年記者の明快なる判断に舌を巻きながらいやー松本さんあなたは恐るべき方じゃ あなたのような方がわが警察会に入ってくだされば実に幸いですがなそれでどうでしょう石見が忍び込んだ理由毒薬の入った菓子折りを持ってきたわけはどうでしょうその点は実は私も分かりかねています青年記者松本はきっぱりした口調で答えた それから23日して新聞は石見の捕獲を報じた彼の白状したところは松本の言と不説を合わすごとくであったしかし彼もまた福島の家に忍び込んだ理由については一言も口を開かなかったその後私は松本に会う機会がなかった私はまた元の生活に帰り毎日毎日 うのように雑踏する渋谷駅を焼香して役所に通うのであったある日例のごとくコツコツと坂を登っていくと呼び止められた見ると松本であった彼はニコニコしながら「ちょっとお聞きしたいことがあるからそこまでつきあってくれ」というので伴われて玉川電車の路城の食堂に入った。 岩見が捕まったそうですね。私は口を開いたとうとう捕まったそうですよ彼は答えたあなたの推定したとおりじゃありませんか私は彼を褒めるように言ったまぐれあたりですよ彼は子とも投げに答えた時にお聞きしたいというのはあの福島のうちですね あれはいつ頃建てたもんですか？あれですか？えー、っと確か今年の五月頃から始まって、地震のちょっと前ぐらいに出来上がったのですよ。それまではさらちだったんですか？ええ、ずいぶん久しく空き地でした。もっとも崖はちゃんと石垣で築いて、石の階段などはちゃんとできていましたが。ああ、そうですか？ 何何かか事件に関係があるのですかいや何ちょっと参考にしたいことがありましてねそれから彼はもう石見事件には少しも触れず彼の記者としてのいろいろ経験を面白く話してくれたそしてポケットから琥珀に金の輪をはめた見事なパイプを出してタバコをふかしながら自慢そうに私に見せてくれたりした 彼と別れて宅へ帰り着物を着替えようとしてふとポケットに手をやると小さい硬いものが触ったので出してみるとさっきの松本のパイプであったいろいろと考えてみたがこれが私のポケットへ入りうべき場合を考えることができなかった私は当惑した何と言って松本に返そうかと思ったそれから幾日か 松本に返そう返そうと思いながらついにその気がなくそのまま過ぎ去ったある日一通の厚い封書が届いた裏を返すと差出人は松本であった急いで封を切って読み下した私は思わず「あっ!」と声を上げたのである手紙の内容は次のごとくであった しばらくお目にかかりません。もう多分永久にお目にかからないかもしれません。私はようやくあの岩見の機械な行動と暗号の意味を介することができたのです。あなたはこの事件に非常に興味をお持ちでしたから一通りお話しいたしましょう。まず例の万引き事件からお話しいたしましょう。あの事件は多分岩見くんは無罪でしょう。なぜなら 彼にはあんな巧妙な技量がないのみならず前後の事情からするも彼の取った行動はどうも彼の無罪を証明していますしからは彼が現在所持していた品物はどうしたのでしょうあなたはバツバツビルディングの白昼強盗事件で教官が石見に変装していたのをご記憶でしょう銀座事件でもやはり この岩見に変装した圧巻が活躍したのですその圧巻は岩見が用品店で立ち止まりカフスボタンを欲しがるのを見ると岩見の立ち去った後でその店に入りボタンを買いました次に同様に時計を買って岩見のポケットへ投げ込んだのです千葉口の辺りで岩見が初めてカフスボタンを見てぼ然としている隙に ボーナスのの袋を抜いたのです。次に岩見が時計を見て2度びっくりする暇に袋の中から金を抜き取るとともに再び彼のポケットに返し素早く万引きした宝石をズボンのポケットに投げ入れて退却したのですそれからあとは彼が刑事に捕まり番頭までに証明せられるようになったのですこの教官が 一旦自分が罪に陥れた岩見を夜分にまたまた刑事に化けるような危険を冒して岩見を連れ出したのは何のためでしょうかそれはおそらく岩見の後をつけるためですもし岩見が何か不正なことをして盗んだ品をどこかに隠しているとしたら彼が窃盗の警ぎで捕らわれ 再び離された時にその隠し場所へ心配して見にはいかないでしょうかそれが教賊の目的だったのです石見は何を隠していたのでしょうそれはあの有名な事件で紛失した宝石の一つです紹介に入った族は実は石見の叫び声のために一物も,も得ずに逃げたのですそして 支配人が慌てて騎乗の宝石を掴んで金庫に入れる時にその中の最も価値のある一つの宝石は下へ落ちたのです支配人が賊を追っていくと石見はその宝石を見つけ悪心を起こしとっさに敷物の下かなんかに隠したそうして菓子を装っていたに違いありません新聞で宝石の紛失を知った賊は 岩見のせいと見たでしょうそこで教官は彼の計画をそごせしめあの宝石を奪われたのを知った時いかにこれを取り返そうと誓ったでしょう。むろん彼としてはできるだけの操作をしたに相違ありません。そしてあの妙な符号は確かに宝石の隠し場所を示したものであることを看破したのです。しかしかそれは 単に岩見の心覚えにとどまって、ある地点、それは岩見にとっては容易に覚えておられる地点であり、それから先を暗号によって心覚えにしたのですから、暗号は解けても、その地点はわからないために、どうすることもできないのです。そこでかの教官は、岩見を一旦観見の手で捉えさせ、そして、 自分がこれををすするという苦肉のの方法を選んだのですしかしそれも石見の品川行きという皮肉な行為でダメになりましたもっとも後で考えれば石見の隠し場所は石見でさえどうにもならぬ状態にあったのですところが教官は偶然宝石のありかを知りましたそれは今回の事件で石見がある家に忍び込んだということから 宝石は確かにその家のどこかに隠されているということを知ったのです。それからあとは容易です。長方形の片隅の矢印をした符号は、石段の角を示します。S、S、E は磁石のサウス、サウス、イーストです。31は無論ん31着。逆の長寺型は直角です。 W15 はウエストへ15尺ですすなわち石段の角から南南東へ31尺の地点から直角に西の方へ15尺ということです石見が宝石を隠した自分にはその土地は空き地で石段だけはすでにできていましたが一面の草原であったことはあなたの方がよくご存知です岩見は 万引き事件で金庫の刑を受け宝石を取り出す時期を失しているうちにその土地に福島の家が建ちましたそこで彼は出国すると福島の宅へ目をつけ機会を待っていましたがついに留守番にモルヒネ入りの菓子を送り麻酔させた上でゆっくり宝石を取り出そうと企んだのですそして 嵐を幸い忍び込んだのですところが相手はモルヒネで寝ているどころかあべこべに切りつけられるような目にあったのです床板の上がっていたのはそういうわけで宝石を探そうとしたのですところが宝石はどうしたのでしょうそれは私が確かに頂戴しましたもうすでにお気づきとは存じますが 私がバツバツビルディング白昼強盗の本人です。驚きにならないように。なお、1つには私の手腕を証拠立てるためと、1つには私の永久の記念のために、あなたの内ポケットに例の琥珀のパイプを入れておきました。怪しい品ではありません。どうぞ安心してお使いください。